Hey guys! エムエミカップルのあゆみです。今日は私が一人っていうことはドッキリをね仕掛けていっちゃおうかなと今回思ってます。今日やっていくドッキリが、彼女が子供が欲しいって言ったら彼氏はどういう反応をするのか、こういうドッキリをね今回は仕掛けていこうかなっていうふうに思ってます。で、今あのド M くんはコンビニに行ってるんですけど、これから撮影なんですよ。で、その準備中にもうカメラの再生ボタンを押して回しちゃって、その時間帯に私がドッキリを仕掛けていくっていう、それだったらあの気づかないからいいかなと思って、その作戦でやっていこうと思います。いや、マジどういう反応するんだろう、怖い。なんかさ、これでさ、え？みたいなのが反応されたらさ、ちょっとショックだよね。リアルなとこちょっとショックだよね。いい言葉をかけてくれると信じてやってっちゃおうかなと思います。ドヤマくんが帰ってくるの待ってやっていきます。よいしょ。食べよう。ちょっと待って、ちょっと話あるんだけど。整理、いや整理はもう終わったけど撮影じゃない、結構あのあれ聞いて聞いてほしい、うん、ずっと前じゃないけど最近思ってることがあって、そのこれも欲しいなってずっと思って、今、うん、やっぱうちらさ、うん、1年エムエムやってさ、こう金銭的にも安定してきたじゃん。確かに。それもあるし、りょうちんとの子供と3人で家族みたいな時間を過ごしたいなって思ってて、なるほど、りょうちんも優しいからさ、子供と楽しく3人で過ごせるかなって思ってて、うん、そろそろいいんじゃないかな、素敵だと思う。でも、うまゆみたしてこうやって1年間頑張ってきた中でさ、うん、あの2人の中でもっとこういろんな困っているさ、カップルさんとかさ、うん、相談とか受ける中でさ、うん、2人の活動をもっとこうみんなに見てもらって、性に対しての悩み解決したいとかさ、その目標も一緒にできたわけじゃん。確かにそうだね。2人の時間を俺は大切にしたいかなって。まあ、そっか、そう、この時間が幸せだし、でも結構私の中ではこの今の時間もすごく充実してるし、そこにこう私もみんなに伝えていきたいっていうのもあるからどうかな。いいんだけどね、うん、いいんだけどね、いいんだけどね、急に言われたらちょっとびっくりしちゃうね。びっくりしちゃう、うん。すぐできるとかね、うん、妊活が必要じゃん。確かに言うよね、そう、うん、ちょっと待って、ちょっとストップ、あの、ちょっと話聞いて、うん、ドッキリこれ、なんでドッキリドッキリなのこれ、違うの、違う思ってるよ、そうと思ってるけど、これはドッキリだ。子供が欲しいって言うドッキリ、私が子供が欲しいって言ったら彼氏はどういう反応するのかっていうドッキリ。ちょっとなってあのセッティングしてるでしょ、カメラもう録画してる。やだやだめっちゃ恥ずかしい、やだやだ、これだから人ってやつはの信用できねえんだよ。何その闇落ちしてんの急に。え、どう思った？
嬉しかったよ。嬉しかった、うん、あ、よかった。いや、そこが超心配だった。なんで？子供は反応されたら食事でもまだもう早いな、多いとは思ったけど、うん、それだけ考えてくれてんだと思ったらちょっとモヤモヤしてそこまでさせるつもりはなかったんだけどムラムラさせちゃった、本当にこれ成功なんですか、あなた。大成功だと思う。そういう考えがきちんとしてこのドッキリやってよかったというわけでねこの動画が面白いなって思った人はダメダメ、そんなことしちゃ。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあまた皆さん次の動画でお会いしましょう。待って待って待って、落ち着いて。ちょっとなんてね。